フェデラリストは、日本生産の競争馬、シュボバ。主な勝倉は2012年中山金杯、中山記念。2010年3月20日、阪神競馬場での3歳新馬戦でデビューし、4着。レース後にに、右膝の骨折が判明し、休養の間に、立党、松田国房久者から船橋、出川勝美久者に、手馬まやした。2011年2月24日、 船橋競馬場でのサラ系4歳戦で復帰して、初勝利を飾ったものの、直後の3月11日に発生した東日本大震災の影響で、南関東公営競馬の開催の目処が立たなくなったことにより、西脇田中道を旧車に採点馬や、4月19日、その田競馬場での C2 戦を勝って2勝目とし、4月21日付で、 地方競馬の登録を抹消され6月に JRA に再転属。美穂・田中剛し車者に移籍した。6月18日中山競馬場での500万、条件戦を勝って3勝目を挙げた後1000万、下条件に昇級し、最初の2戦は連続4着と足踏みしたが、10月の鎌ヶ谷特別を勝つと、続く11月東京競馬場での、 東京ウェルカムプレミアムも勝って連勝。2012年を迎えて、初戦の中山金牌では、大和ファルコンらを退け、重賞初出走で、初勝利を挙げた。2月の中山記念でも、逃げ粘るシルポートをゴール前で差し切って、重傷に連勝とした。レース後は、ドバイワールドカップへの追加登録やシンガポール、航空国際カップへの遠征の意向を示し、後に、 ドバイでの追加登録先をドバイデューティーフリーに切り替えて選出を待ったが選出されずシンガポールへの遠征も保留にして産経大阪杯に目標を切り替えた産経大阪杯は主戦のエビナマサヨシの落馬負傷で一旦はミルコデムーロで臨む予定だったがデムーロもまた3月18日のレースで気上停止処分となって気上不可能となったため横山範博のりの気上で臨み レースでは一度は先頭に立ったものの湘南マイティに差し切られて2着に終わった。その後、短期放牧を挟んで宝塚記念に出走したが、オルフェーブルの10着に終わり、秋シーズンも毎日王冠16着、天皇賞も15着と2桁着順を重ねた。2013年も5月のメイステイクスで17着、12月の 朝日チャレンジカップにも出走したが15着と勝てず12月26日付で競争場登録を抹消された。以下の内容はジャビスサーチ、Netkeiba.com 地方競馬全国協会に基づく。引退後はニーカップ町の白馬スタリオンで種ボバとなり2014年7月に韓国の金額牧場へ移動した。日本に残した3区から 複数の地方競馬重賞を買ったチャイアプーンが現れ、韓国でも人気種護馬と表現されるほど牝馬を集めて、コリアンダービーやコリアンオークスなどの上位入着馬を送り出している。ありがとうございます。